あ、いい、これいいっすか。うまっ。ゲッツ。これゲッツ。朝も今8時ぐらいです。朝ごはんはチキンナゲットだよね。そうですね。やっぱ僕らタンパク質っていうことで、うん、うん、やっぱどこが筋肉、それだということで、お前それだ。お前それだ。いや、脂がつく、脂が。今日は実は今ユーフェスの2日目なんですよ。で、はい、1日目思ったわけですよ、はい、ゲーム実況者の子たち、うん、すごい細い子が多いんですよね。ゲームの中、画面の中ではイケイケなんですけど、うん、実際やってみるとご飯食べてるんかみたいな。会うたび痩せていくとかね、はい、ありますね。それはやっぱでもそうは言ってもじゃあ運動しなさいって言ってもなかなかしないじゃないですか、うん、ということでみんなの心に火をつけるために今日若手 YouTuber の、 そのゲーム実況者の子たち、はい、腕相撲大会をしてもらいます。おお先輩だな。はい、で、いろんな子たちをね、こう戦わせていって、うん、最終的に僕がカズさんでバトンって寄せて、いろんなゲーム実況者の子たちの腕相撲のね、はい、様子を撮っていきたいと思います。思います。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、じゃあ記念すべき第1戦目は高橋くん対吉生くん、はい、やっていきましょう。レフェリーはもうカズさんで。はい、なあ、肘、皆さん、はい、こういう、こういうのなしね。こういうのなしね。移動しちゃダメ。こういうのなしね。巻き込みダメですね。巻き込みダメ。男の男の。はい、さあ。肘の位置悪いとか言い訳なしよ、もう。はい、大丈夫です。もう大丈夫です。ここで。OK、はい、さあ、はい、いきますよ。はい。はい、レディー、エゴ。おっと、あー、いい勝負。あー、これは、なんとだ。あー、恥ずかしい、もう。決勝に上がるのは、吉沼君。吉沼君。どういう何も合ってない、何も合ってない。これ負け残りなんで。あ、負けよ。だけど、マジか。そうですね、まあ、どこかで勝ちたいですね。どこかでもいっぱいいるから大丈夫ですよ。まだね、やっていきましょう、じゃあ。はい、吉沼君、じゃあ、ちょっと、探しに行こうか。負け残り選手権。絶対勝ち。実況者、ネガ君と、吉沼君ですね。はい。ちょっとやっぱね、腕の長さの差があるから。めちゃくちゃ長くない？長いんだ。俺はびっくりした。リーチ長い方が不利だと思う。そう、あ、ほんとっすか。あ、結構、リーチが効かないから。腕短くてよかった。はい、では行きましょう。行きましょう。はい、レディー、ゴー！もうゲーマーは大体ガリ。いい体型の子をちょっと探しに行きましょう。はい、頑張ってくれ。ネガ君で、はい、プファヤ君ですね。次、うん、はレディーゴー。お、お、あ、お、弱い。こいつ安定。あ、これ何？互角なの？あ、やばい。やばくない？これ。めっちゃ互角これ。ちょっとエキシビジョンマッチとして、はい、ライバロリ君対フーハヤ君ですね、はい、フォルムは似てるね。だってこっちの方が左利きってことでユリなんだけど、はいはいはい、ね、左利きじゃないよね。そう、僕右利きなんです。うん、あらまあ、ちょっと相手に合わせて。おー、これで勝ったらかっこいいね。不利な、不利な属性で勝つみたいなね。なるほどなるほど。いきますよ。大丈夫です。レディーゴー。よし。おー、はい。あー、これ結構しますね。すげーいい勝負。もう机がプルプルしてる、机が。強い強い。やっちゃった。頑張れ頑張れ。いいな、属性でいくのか。やばいやばいやばい。空早く2戦目だからな。頑張れ。おお、すごい拮抗してるこれ。持久戦だこれ。あーっと、ドーンと。頑張れ。めっちゃ頑張る。怖い、なんか頭が壊れそうで怖い。強いな。やばいっすよ、俺。ミニやってみる一回。そうだよね。はい、右利きだもんね。いきますよ。いきましょう。レディーゴー。やばいやばいやばい。来ましたね。めっちゃ強いじゃないですか。この感じだと、ライバロリ君の方が良かったかなと。いや、めっちゃ強いなと。いやー、ちょっと痛めないようにね。まだこれ、はい、本番前ですからね。ありがとうございました。これを機に、はい、2人ともしっかりよく食べ、
動するように。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。最近筋トレ始めたポル君、はい、彼は PUBG で優勝したぐらいの強者ですから、ちょっと怪我だけないように。はい、そうやったらもう本当負けてくる。あ、そうだね。はい、じゃあ構えて。はい、そうだ、めちゃめちゃ心配されてるよ俺たち。はい、行くぞ。怪我しそうで怖いからね。ここ掴んだっていいですか。え、いいっすよ、いいっすよ。構えは、はい、肘だけ動かさないように。はい、あーね、いきますよ、レディーゴー。お、はい、おー、おー、県庁勝利。だってめちゃめちゃ悔しい。そうでしょ、この企画はそうなんだって。めちゃめちゃ悔しい、俺勝てると思ってた。いや、でもなんか気持ちの入り方はすごい、2人とも良かったっす。良かったですね、気持ちの部分で。いや、でもまず結果決まったわけじゃないんで、はい、なるほど。ただ、はい、じゃあちょっと今のところのね、勝ち残りね、負け残り、はい、でも腕の太さで言うと根賀くんの方が太い。そう、うん、素材的にはすごい強すぎるし、若さがあるから。若さが期待できますね。期待できますね。じゃあいきますか。これなんかいい感じがするわ。はい、レディーゴー。え、全然弱くなくないですかね。ねえ。全然弱くないもん。いや、でもちょっと今クライミング気味だったから。嘘。うん、いやいや、もうでも、もう再試合すると、はい、あの、願くんまだ次の戦いも。ね、そうそうよ。左は左ワンチャンあるかも。左だったらね、マジ、うん、左だったらね、いきますよ、はい、レディーゴー。おいけいけ、頑張って願くん。やばい、優しさがないこの人。あ、でもこれはおっ、あー、いけ、もがんなくない、いけ、うわなんか耐えてるやばいな、これ体を取り出さないと。やばいな、俺顔の表情が全く変わらない。いるかもしれんな。おあら、お勝って勝って絶対に負けたくない。勝る、持久戦でいけるかもしれない、これ持久戦でいけるかも。お、いけいけいけ、うわー、負けない、俺の何も何も負けない。ちょっと待って、おい、いけ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 、どうぞー。いや、いい試合、いい試合見た。何件でいきましょう。じゃんけんで最後は。いや、ここはいいですよ、もう結構してますわ、ここは。そうですね、うん、じゃんけんですわ、そこはさすがに。じゃんけんじゃんけんでいきますよ。右と左ゴブですもんね、最後は。うん、なるほど。あ、なるほど。負けた方が、はい、暫定残るんで、そうですね、もう見放されていきますよ。はい、最初はグー、チェックポイント。おほー。暫定チャンピオンは。あらまあ。早く僕より弱い人を見つけてきてください。いや、君自身が見つけるんだよ。他見つけるんですか。そうそうそう。見つけれなかったら。君が最弱ってなるから。いや、それだけは嫌ですね。じゃあ今のところ暫定1位が、はい、ポルンガク。わかりました。不名誉だからね、今ね。1位とかが好きなんで。はい、なるほど。じゃあ次は、はい、勝ちます。頑張ってください。頑張ります。腕相撲やったことある？全然ない。よっしゃ。いいよ、でも掴んで掴んでいい。でもいいからね、まあ、力入るなら、はい、その方が。はい、あの、はい、大丈夫。はい、みんな。じゃあ、パンミミ君と、はい、暫定チャンピオンのポルンガ君。はい、出てきます。ミスかも。はい、レディーゴー。いけ、マジか。あ、いい勝負。うぇ、あっと、拮抗してる。うぇ、え、いけ。あぇ、スタミナ強いな、これ。もうここ行かせますと、ご飯さんを見つけてくれる。ちょっと無理無理無理、待って待って、あっかもしれん、これは。おーっと腕折れる、痛い。すごい角度になってる。パンディークの手が。やばい、その角度じゃない。いけ、いけ、いける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 。ね、ちょっと待って、めちゃいい勝負。だってさ、ポネンカさんと同じチームやね。だって、あら、骨の形っていうか、剣の形が、はい、限界。あら、諦めて、諦めて。あー、痛い、マジで痛い。また負
計残っちゃいましたね。負けちゃいましたね。はい、というわけで、はい、最弱王決定戦。はい、で僕が、はい、昔から本当に可能性を本当3、4年前から感じてたものなんで、ディスってますけどね、それは素質は一番ですからね。素質って本気のガチで、わかりました、男のプライドをかけてやってください。どうポルちゃん、いやちょっと気合いの方は、腕の細さ見たら本当に、うん、いやこっちも十分細い同じぐらいの細さ初めて見ました変わらないよ本当に。なるべにカズさん、はい、なんかすごい、なんかこれ握るとさ、あのすごいスカスカなんだけどいきますよ。はい、はあ、はい、レディーゴー。いけいけ、あのついに、どついに、これはいけ、ナッチくん耐えて、頑張って、ナッチくん耐えて、頑張って、あ、でもまだ頑張って、ナッチくん、最後の最後でナッチくん、おー、優勝が、優勝が、ではということですね、はい、優勝は、はい、ナッチくん、ありがとうございます。ありがとうございます。こういう機会で、あのよりね、あのゲーム実況者たちが仲良くなればと思ってやったことですけども、はい、いい感じになんかみんな仲良くなりましたね。そうですね、うんうん、どうだった、さ、あの世界基準の吉田幕、俺世界基準じゃん、すぎるんだよ、いろんな、いろんな戦いを見てきた。ああ、そうですね、やっぱりなんか知ってる人がいるんだなって俺も相当やっぱりこう中学、高校、大学って上がってきて、自分がどれだけ細いかっていうのはよく分かってきたんですけど、うん、やっぱ下には下がいるんだなって思いましたね。やっぱり上がりましょう、次元が違うんですよね。そうですね、うん、次元が違うから、これはでももうちょっと検証が必要なので、はい、まだまだ来年、再来年とまた続けていこう、いこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。いるかな、これ以上の逸材来年新しい人が入ってくるかもしれない。なるほど、それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん出演してください、ありがとうございました。ちなみにナッチ何キロなの体重？41っす。えぇ、ー、あれ